はい、こんにちは。皆さんこんにちは。こんにちは。初めましてですか今日。そうですね、初めまして。世界の始まりという番組です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、素敵なお花いただいてありがとうございます。ありがとうございます。先ほどの話でございますね。ありがとうございます。いや、我々世界の始まりということでですね、なんでこんなバンド名やねんっていう話なんですけれども、もともとなんですか、これ、最初の、なんでしたっけ、これ。まあ、課題バンド。そう、1回生の一番初めの課題バンドで、私と葵ちゃんが、1回生の一番最初に組ませていただいたのが、ジェラさんが最初で、なんでだっけ、ここで、場所が初めて組んだんが俺で、ね、で、コウスケくんが初めて組んだんが場所ってこう、それぞれの始まりがあって、はい、で、最後まあ終わり、今日終わりということで、今日みんなで終わるという、まあ、なんかなんとも切ないバンドというか、たまたまなんですよね、これ。ほんまに適当だったら、まあ、とある曲なんですけど、はい、まあ、それ、まあ、それやろうかってなった時に、こう、集まったら、気づいたらそうなってた。直接強いな、君。ちゃんと、だって LINE で世界の終わりっぽくしよう。改めて、ちょっと紹介、自己紹介してみて。あ、そうやな。まあ、最後やけどね。はい。みんなにパンをお届けする担当の水野浩介です。コウスケくんね、もう就職してるんですよ。はい、今日も朝の4時から、ちょっと仕事が行って、で、今日、バンドが、ライブがあるから、ちょっと、早めに上がらせてください。ここ着いたのが、まあ、30分ぐらい前、まあ、さっきですね。そうですね、さっきちょっと入ってきてた子ですね。専門のパンの学校卒業してパン屋に就職して、新卒1ヶ月目でもう有給みたいなもんですよ、こんなもん。ものすごい名前来たし、いきなり安いもらってしかも、まあ、わざわざ来ていただいたんでね。コウスケ君もなんでね、一緒に卒業ということなので、これが最後の舞台となるんですかね。そうですね。そう、ちょっと余裕ができたら、まあ、課題バンドとかも参加したいけど、うん、しばらくはちょっと参考に入れたらいいなぐらいで、まあ、ちょっとまだ目処がないんでね、はい、もし帰ってこれる機会があったらまた一緒にやりましょう。お願いします。ね、まあ、じゃあ早速曲いきたいと思います。我々がやる曲ね、まあ、なんとなく、まあ、分かると思うんですよ。もうこんな感じやし、バンド名そんな感じやし、まあ、宴かなみたいな。宴かなみたいな。知って言うなら宴かなみたいな。100年に知ってると思うので、ぜひね、手拍子というか、いろいろやってもらったらなと思います。はい、それでは、聴いてください。ま、て、せ。いつだって僕らはね、あなたを見つけたんだよ。バレたその笑い声が、さあどう
ありがとうございました。ありがとうございました。